審議対象者。選挙めっちゃ来てるよ、茶幕くん。ありがとうございます。白藤純太郎。ありがとうございます。発表がありました。2日目に逃げ切って、6番谷口良平。この独占競争では、じっくりとその勝機見定め出して、1番後に仕掛けてまくり鮮やか。5番北野との中部ワンツー、その後間隔空いて、マジか、立川和成広がった三着争いから抜け出していました。9レースは3コーナーでの審議、1番長澤武史、3番白戸潤太郎、審議対象選手となっています。決定放送がありますまで投票権は大切にお持ちください。競輪グランプリ2019シリーズ、ここ立川競輪場で行われています第12回寺内大吉記念杯競輪、9レースまで終了しました。お待たせしました。いやー、ただいまのレースの審議対象選手は1番、3番ですが、3着までには到達しておりません。決定。1着、6番、2着、5番、3着、4番。6、5、4。これめっちゃつくんじゃないの？お客様に。これ結構穴どころ来てない？これ。払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝屈式。うわぁ、3連単128,770円だ。543,370円。うわ、社番2連勝屈式。 AI 予想の2連単ボックス当たってる、マジで。620円、社番2連単ボックス。6番、5番、5,800円。2社単か、2社単、5,800円のやつ。6番、3万、AI 二社単。3連勝短式。え？6番、5番、4番。6号ってこと？8,770円。ワイド。5番、6番、1,320円。4番。まあ確かにこのサイトで見ると、4番、ロトプレイスで見ると、3,880円。確かに丸はついてますね。あ、ちょっと範囲がうまく取り込めてないな。お待たせいたしました。競輪グランプリ2019シリーズ第12回寺内大吉記念杯競輪、いよいよ最終第10レースの S 級決勝戦。これ範囲がすごいめんどくさい。これ決勝戦が始まります。ここはライン細かく分かれての戦いとなりそうです。範囲調整が超めんどくさいんですけど、この寺内大吉記念杯競輪決勝戦の選手紹介、まず関東両者4番サイト。ちょっとこっちのレースっていうか、こっちの実況の方の音声下げます。レースの時にね、音声上げますので。よいしょ。あ、くそ。範囲調整が難しい。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。でも、こんだけちっちゃくすると見えるかな、みんなに。まあ、これ今のレースのやつなんですけど、こんだけ小さくするとみんなに見えるか分かんないですけど、この予想だとね、このロトプレース予想だと6と5はね、まあ丸とか三角とかついてるんで、まあさっき俺がだから言いましたよね、このロトプレース予想だと、まあ6とか5はちょっと抑え気味ぐらいの丸とか三角はついてるって言ったけど、まあ確かにこれを予想にして抑えぐらいの買ってれば当たってたってことですよね。いやー、マジか。マジか。まあいいですよ、次レースいきましょう。うん、確かにね、ロトプレースすごいな。よし、じゃあ次のレース見ていきましょう。10レース締め切りが42分なんで、あと30分ぐらいかじゃあまずね、
僕のね、まだ時間もあるんで、まず僕の予想してから次にこのロトプレース予想を見てみましょうか、うん、僕の予想、まずね、あのまず何のサイトも、考慮しないで自分なりの予想してからロトプレースの予想を見てみましょう。まず僕なりの予想を予想します。ですね、まあ僕の予想はやっぱ1、2、3、あ、もうちょい下の方映したいな。これラインとかも見ていかないとなんでね。あ、ちょっとこんだけあれやると多分みんなにあんま見えないかもな、ちっちゃくて。まあ僕の予想は1、いやでも、あ、これ難しいっすね。これあの、僕はこの競争成績とかを見た後に一応ラインとかも一応気にしてはいるんですけど、まあライン外はあんましないんですけどね。うん。むしろこの実力競争得点が、大きくてラインが外れてる方がそれでいて倍率がつくんで、そういうなんかちょっとでかいのやつを僕は狙いたいんですけど、でもこの競争得点プラスラインがもうガッチガチになんかその強い者同士で組まれてたら、まあそれはね逆、俺はもう本当に硬いんじゃないのかなってレースなんですけど、これはなんかもう結構選手のね、その競争得点が飛び抜けてるわけでもないから、これは正直わかんないな。あんまり差がないんですよね。これはちょっと分かんないな。これはちょっと難しい。ちょっと僕の顔消そっか。え、どうしよう。ああ。どうしましょうかね。これは難しいな。14、あ、まあでも順で競争成績順で言ったら 1,2 なんだよね。で S1、 S1 の選手だろ。まあでもほとんどがこれ S1 だからな。もうすぐ競輪グラブ、そうです、次のレースか、次のレースかがあのでかいやつですよね。これはどうなんだろう。1,2 ライン的にも1と2は別のラインだしな。これはちょっとね、僕予想が難しいっすね、この感じは。でもあえて予想するんだったらね、まあ1,2、1,2、次が分かんないし、次が分かんないな、ほとんど変わんないんだもんな、競争成績で。 1,2,3 ってやってもなんか全くラインも分かれちゃうしな。ラインが分かれた方が倍率高いんだけど、俺は基本的にそういうね買い方をしてるんですけど、でもこの競争成績があまりにもこの近いんですよね、その 3番までの3番4番のその競争成績、次9番が競争成績高いんですけど、4番目に。でもこの3番目に競争成績が高い3番と4番目に競争成績が高い
9番とじゃああんまり差がないので、もうこんなの大した差じゃないと思うんですよね。そう考えたらこうラインまで完全に外してこれいけるのかなって感じがするので、これは難しいな、ちょっと分かんない。まあこういう時はね、ロトプレース予想を見てみましょうか。次10レースだよね。うん、10レース。うん。あ、僕の顔入れとくか。すごいちっちゃくだけど。そうですね、はい、またしっかり上原と顔。ロトプレースだと決勝戦はどう戦おうと考えていますか。出自動用稲毛くんに任せていきたいと思います。あ、1番がすごいいい感じですね。1番に、うん、これ多分ちっちゃくて見れないかな。もうちょい拡大か。状態いかがでしょう。うん、まあ、正直バンクも重くてあんまり状態は確かめられない感じです。決勝戦どう戦おうと思ってますか。中四国の3番手を回らせてもらいます。ちょっとじゃ拡大して自分の持ち味は先行が得意かって言われたらそうでもないんですけど、拡大してね、順々に見ていきますね。ちょっと引きで取ると多分全部ちっちゃくて見れないと思うんで。これロトプレース予想だと1番がすごくいい感じですね。人予想20丸、AI タイプ A が三角、 AI タイプ S が20丸になってるんで、で2番がタイプ A が丸で、あと4番が丸×丸、うん、でここら辺がまあちょっと三角とかあるぐらいで、あとは9番かな。9番が注意20丸×、うん、うん、ロトプレース予想だと1番4番9番あたりですかね。9番、まあそこそここの丸とかいろいろついてるんで、うん、あ、これ見れてない、見られてないか。9番が注目20丸×があるでしょ。であと4番が丸×丸で、1番が20丸三角丸20丸。2番とかも一応丸とかね、あとちらほら三角とかあるけど、ロトプレース的には149って感じかこれ。うん、AI 先生を信じて石戸によかった、なるほど。産後固定の三着流し、うん、これあれなんですかね、このロトプレースのあれないのかな、なんかこの例えばこれをなんかボックスで買いなとか、これを2車単でとか2連単でとか3連単でとかって、そういうのってどっかで見れないのかな。AI 予想これかな。違うか。予想ってとこがあるのかも。ああ。どこだろう。なんか見れるとこあるのかな。予想メニュー、どこだろう。どこだろう。わかんない。どこなんだろうな。なんかどっかで見れそうだよね。
どこで見るんだろう、多分どっかで見れると思うんだけど、投票の中の予想タブメニュー、予想、え、予想ってどこにある、え、予想ってどこあります、え、どこ、ないな。どこだろう。右？どこだろう。わかんない。え、右ってどこっすか。真ん中の右、真ん中の右ってどこ、え、真ん中の右ってここら辺の右ってことなくね、二車単って書いてある下に予想ってかある、二車単、二車単、あ、これか、これね、あ、本当だ、見れた。知らなかった。知らなかった。こっから予想なんてあったんだ。ほう、あ、なんかすごいいろいろ書いてある、この予想ってとこから見れるみたい。うん、ここになんかいろいろ書いてありますね。なるほど。はい、では選びをお願いします。人予想だと14の、これは二社服ってことかな。ん、これ どういう感じなんだこれ。ちょっと見方がよく分かんないな。14の二社服ってことで、1を軸に5か8でもいいんじゃないってこと か14か15か18ってことで、これは15か14か18ってことか。こっちはもう純粋に二者単か。うん。どうだろうね。まあちょっとね、じゃあね、このレースは正直難しいので、ちょっとこれの予想に乗ってみるか。まあ、でも逆にこのレース難しいと思うので、まあ、正直ね、本当はもうちょいね、硬い時にこういうの乗って紹介した方がいい気はするんだけど。掛け式を二車単選択して一括、え、どういうこと、掛け式を二車単選択して一括ってどういうこと、あ、こっちってことか。一括、え、よくわかんない。まあまあいいやもん。まあでもここにもいろんな要素あるかな。まあこの中からだちょっと自分で選ぶって感じか。人予想だとこれか。で AI 予想だと本命が91ってあるね。あ、じゃあこれが全部本命ってこと？92、91、94、なるほど。予想を押すとそのまま選択できる。え？あ、ほんまや。本当だ。ここを押すとなんか右のなんか買うリストみたいな、買い物かごみたいなところに
入ったほらちょっと範囲的にこっちになっちゃったけど本当だここを押すといや今これ Q4 あるじゃないですか Q4 左クリックしますねドンほら買い物カゴみたいなところに入るなるほどで本命一括登録ってあるけど多分これをやるとこれ全部これが入るってことかなあら便利、うん、多分そういうことだよねあほらやっぱりそうだ一括やるとここの予想のが全部ってことかあら便利、うん、まあでもどうしますかねこれねじゃあねまあここからちょっと絞るかお時間はグランプリの佐藤慎太郎選手の話をしようと思います、はい、今年は13年ぶりの出場で5回目のグランプリです本命まあでもどこの予想でも1が多いね1が多いあと9が多いってことは1級かな1級か人予想で1がねあるじゃないですかで9はないんですよここに人予想にただこっちの A と S 予想 AI の A と S にまあ1バーって結構あるじゃないですかで S も1バーってあるじゃないですかでこっち AI の方の2タイプの方両方とも Q がね結構ちらほらあるんですよってことは1級かなあえて買うんだったらうんでここにもねちゃんと1級の本命で予想とかもあるし1級っていうか 9-1 まあ1級もあるけどねってことは1級の2連単かな1級の2連単を2つとも2通り買う感じか1級と 9-1 のまあ1点買いはねなかなか当たんないですけどねライン的に9といっちゃ違うところにいるんだな。じゃあちょっとね1級と9-1買ってみるか。1級と9-1。結構倍率つきますね。あれ、これどっから買うんだっけな。ちょっと待って。あ、普通にここそうか。これを選べばいいのか。じゃあちょっと予想に乗ってみましょう。まあちょっとねこれはね結構難しいレースだと思うし一点買いなんでこれはちょっと外す可能性高いと思うんですけどで倍率も結構つくんでねやっぱり、まあ、これはなかなか当たんないっていうか外れて当然ちゃ当然ぐらいなあれかもしれないけど、まあ、これで当たったらすごいですよね、うん、これをじゃあ均等にいこうかこれ結構倍率つくんで5000杯分しても結構な額なんじゃないの ?3、2、6、7万ぐらいいくよね6、7万ぐらいいくねどっちが来ても5000円半々ぐらいにかけただけで7万ぐらいいく、まあ、ちょっとこれは難しいレースなんでね5000円をこの半々買ってみようか約半々192,800円912,200円これはさすがになかなか当たんないんでね倍率的にもね、うん、
まあこれいこっか。まあ、次がでかいレースなんで、まあ、ここはちょっとね、あと難しいレースっていうのもあって、ちょっと様子見で5000円にしときましょう。ちょっと次のねグランプリでいきましょう。次のグランプリでかけましょう。よし、投票完了。1級の2社単に、2800円、91の2社単に2200円かけました。見えるかな、これ。皆さん見えます？19に2800円、91に2200円かけました。ちょ、どっかにあれだ、メモ帳かなんか開いて買った目をちょっと書いとくか。メモ帳ちょっと待って、メモ帳192800円。91200円。立川9レース、 9だ、10か。あれ、次10レースだよね。これでいいのかな。オッケー。やべ、コメントが超流れないで大丈夫。よし、こっちに戻りましょう。あ、違う、9レースじゃない、10レースだ。あ、いいんだいいんだ、合ってる合ってる。ちょっと待ってください。これどうしたらいいんだ。これをじゃあもう一回レース画面に戻しますか。まあ、もうちょいでね、出走なんで。